去年からアイルランドに行きたいなと思ってましたが、ケルトの聖地アイルランドに行きたいなと思ってましたが、なんだかここにいると遠くまで行かなくてもいいよって、ここでも遠い場所をちゃんと感じることができるよって、なんだかこう川と岩と苔と見ていたらアイルランドに行けたような気がしました。もうそちらのエネルギーとしっかりつながってる感じです。とっても気持ちがいいです。小さな妖精のような虫がいっぱい飛んできました。ピュン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 と遊んでいます。向こうの岩が本当になんか妖精の映画で見た妖精の岩のように見えます。この間行ったアスカの猿石と共通するところもあるような気もします。とっても気持ちがいいです。来てよかったです。Thank you for watching. This is Kiyoka 88 from Japan. Happiness is inside of me, inside of you. See you soon. 幸せはここにあります。また歌います。水の音であんまり聞こえないかもしれないですが、虫チャイムと歌ってみたいと思います。歩けるサポロペラインギンダー晴れたれ Thank you for watching. This is Kiyoka 88 from Japan.
hope you enjoy my singing in like languages. ケルトとこちら滋賀県ですけれども、ケルトの水と岩と森と、こちらの滋賀県からはるか遠くつながってみました。キラキラと水が喜んでいます。ありがとうございます。This is Kiyoka 88 from Japan. If you like my singing, if you like my videos, please subscribe my YouTube and leave me some comments if you felt something about my singing. 見てくださってありがとうございます。Kiyoka 88です。チャンネル登録やシェア、いいねボタンやコメントなどで応援していただけると嬉しいです。また歌います。ありがとうございます。あなたはもっと